ではスキル1やっていきましょうか。ガジェットからやっていきたいと思います。フルアイテムです。ちょっとだけ、あ、まばばばばばば、はい、それだけか。 OK です。ジャイロオフやっていきます。さあ、まずはスキル1の性能確認でガジェットから。かわいいな、ツム。19消去。いや、でも、おい、ちょ待って、スキルめっちゃ軽くない？これ。発動数、十何？どんぐらいなんだろう。発動数めっちゃ軽い気がするね。消去数少ねえな。ヒル1使い物にならねえな。これ20、これでしょ。22か。20いっちゃえ。いい数。発動数どれぐらいかな。ガジェットと同じ14かな。なんか軽そうだね。なんか13ぐらいな気がするんだけど。でもこれさ、発動中にさ、ツムが動いてくれればまだ良かったけどさ、ね、これだとね、ちょっと辛いね。ちなみにパーセンテージはどんな感じなんだろう。多分チップチャームが一番確率低いと思うんだけど、でこのガジェットが一番、まあ、性能的には絶対弱いから高いはずだけど。結構ガチャするやん、みんな。あの、とりあえずまだ引かなくていいと思いますよ。自分明日とりあえず新ツムの評価と引くべきかの動画もあげるんで、とりあえずそれ見てからでも遅くないと思います。ガジェットの位置はマジで弱いな、性能的に。8の字書くんやこれ。あガジェット 8%、 それ以外 6%。 おお、じゃあ 20% で新ツムが手に入るんですね。じゃあ5分の1ってことか。リロイレベマンになった。まあまあまあ、まあ、ガジェットさんはね、昼間じゃないと使えなさそうだったしね。昼間でも微妙そうだったけど。他、さすが確率、あ、これスコア積むやん。スコア倍率やん、これ。スコア積むだったね、これ。スコア倍率やん、これ。お、レンジャーデールちゃん。レンジャーレスキュー、レンジャーデールちゃん。特別なボムが2、3個できるよ。その特別なボムの仕様を教えてくれよって思うんだけど。その特別な仕様を教えてくれ。特別なボムじゃなくてさ。やっぱし、あ、でもちょっと消去数が多いんかな。うわー、スキル中、積む動かないやつか、これ。
ちょっと消去数多いんだ、ボムが。それだけっす。でも意外と強いんじゃない、ワンチャン。消去数っぽいね。結構強そうじゃないこれ。特殊ボムのおかげでさ、スキルもループするしね。スキルとかフィーバーインも結構簡単に入れるし。なんならループ結構するぞ。スキル1の割には。結構優秀やった。思ってる以上に。思ってる以上に強くない。これフィーバーインにボム使ってみたいな感じか。ボムが意外といいや、いい感じになってるぞ、マジで。ただ、コイン稼げるかって言ったら、微妙かもしれんけど。でもさ、これスキル1でも4000枚ぐらいいけんじゃない？ほら、まあ、フルアイテムだけどさ。ちゃんとタイムボム狙いながらやっていけば、思ったより強い。思ったより強いぞ。とりあえず3000はいけそう。強い、思ってたより強い。しかもこれ1000万いったぞ。適当にプレイしてただけだ。ギリいったんじゃない、これ。ギリギリってないかな、ギリギリってないか。あ、いった、ギリギリいった。ほら、結構強いよ。スコアもコインも結構強いっすね。さあ、あとはチップですよ。チップ、チップの天井がマジで気になるんだけど。よしよし、来た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 。とりあえずジャイロ使ってみるか。スキル1でどれぐらい消去するかっすね、まず。縦消去が。これ天井高かったらマジでワンチャン強いんだよな。めっちゃ詰む、見づらくない？これで消去数は？縦消去で16。これで伸びるかな、ちょっとでも。16が18。どうなんすか、皆さん、これは。わからねえ。これ伸びる。あ、でも天井あるんじゃない、やっぱ。
天井あるんじゃないこれ。ただボム、あれだね、ジャイロ使わない方が良さそうだね。多分ジャイロ使わない方が強い。ボムキャンショークやってった方が多分強いっすね。ちょ、ジャイロ切りたい。ジャイロ切りたい。これでどう？20消去いけば。10消去しかいかなかった。やっぱちょっと高めだけど、めちゃくちゃ高いわけではなさそうっすね。とりあえず。それは間違いない。とりあえずジャイロはいらなそうだね。それよりかもうボムキャン繰り越ししてやってった方が。良さそう。これでも16とか19とかほら。なるほど。おい。インスタ死んでる。インスタの話はどうでもいい。インスタの話はどうでもいいです。なるほど。意外と良さそう。あとはスキル回ればって感じですね。